チーム全体をカバーするような運動量と逆サイドへの展開力に注目してほしいです。組織力を大事にし、自分たちがこれまで続けてきているサッカーを J クラブ相手にも物怖じせず戦い抜きます。ライズ調布 FC U18 監督の上松です。よろしくお願いいたします。まずこの17大会を主催していただきました東京都クラブユース連盟の方々には本当に感謝しております。ありがとうございます。今年のライズ調布ですけれども、 U15 からの昇格選手を中心とした構成メンバーになっておりまして、非常にバランスの取れたチームだと思っております。この大会を通じてですね、さらなる飛躍ができたらなと思っております。まだまだ未完成なところがたくさんありますので、スタッフ一同、選手と一丸となって、戦っていきたいと思っております。今後ともよろしくお願いいたします。